こちらをご覧いただきたいんですが左側の円グラフ、中小企業の今後の賃上げの意向に関する大同生命保険の調査なんですが賃上げをすると答えたのは34%賃上げをしない賃上げする意向はあるが賃上げできないが合わせて32%という結果となっています。 そして右側の円グラフご覧くださいこちら日本商工会議所が行いました賃上げを行う予定の中小企業がどれだけ引き上げるかという調査なんですが2%台が22%と一番多い結果となっていますなかなか賃上げができない中小企業が多い中思い切った決断をした東京の町工場を取材しました創業87年 金属加工を手掛ける富士製機ですさまざまな金属を高い精度で加工するのが強み顧客は船舶、航空、産業ロボットなど70社を超えています従業員は17人社長の藤野さんは若い従業員を確保するため3年前からベースアップを含めた賃上げに取り組み 来月はおよそ4の賃上げを予定しています製造したいと思ってやって来られ、あの集まってくれた若い人たち、やっぱり自分がどんだけやったら、どんだけ給料が上がるかっていうのが、目に見えないとです、ね、魅力ある会社じゃないなと思ってまして、やっぱりなんとかこう内部留保を減らしたりですね、そういうことして、でもやっぱりあの少しでも還元したいと。 賃上げ実現にあたり苦労しているのが物価高騰を受けての取引先との価格交渉材料費の高騰分は受け入れてもらえるそうですが困っているのが機械を動かすのに不可欠な電気代こちらがここ最近の電気代去年は1年前と比べ1月あたり倍近く上がっている月も全体的には例えば50万上がってるから。 その製品1個に対して何キロワット使ったか、これがエビデンスとして出せないんですよ現在、エネルギー価格高騰の負担を軽減する国の助成金により、一息ついているところ。一方、今後も中小企業が賃上げを続けていく上で求めることとはやっぱりお客さん、値上げしてくださいと、それを認めてくださるっていう上場企業とか。 大きい会社が認めてくださるというような流れを作っていかないと、本当の賃上げになっていかないんですよね、うん、山田さん、VTR、どんなふうにご覧になりましたかそうですねあの、やっぱり価格の問題が出てましたよね、うん、だからこう日本はこの、実はまあこれまで異常だったんですね、その各国を見たときに、やっぱり物価はやっぱり少しずつ上がってるわけですね。うん でで賃金もそれに連動して上がっている日本だけなんですね、うん、この30年ぐらい物価も賃金もほとんど上がらない、うん、だからまさにいいものを作ったら価格が上がっていく、うん、価格が上がるので企業の利益が出るので賃金も払える、うん、賃金払えるから高いものを買えるという、ねうん、この瞬間を本当どう作るかということの重要性を物語っているんじゃないかなと思います、うん、石塚さん、いかがですか,なんかこう内部留保を取り崩してでもという、ねうん、立派な本当、ね、お考えだなと。いいうすすごいですよね,ね まあやっぱりそこまで覚悟を持ってやらないといけないんだなっていうところと、うん、ま経営者として若い社員、うん、社員に対しての責任をきっちり持ってるんだなっていう覚悟も見えてきますよね。うん、と同時に多分まあ、これはあのご発言の中にはありませんけれども、うん、そうやって賃金を上げることによって 社員それぞれのやる気モチベーションも上がってひ、うんうん、いてはちゃんと会社に貢献アップしてくれるんだろうっていう期待もあるからこそやっていると思うんですねだからここはやっぱり労使間のちゃんと信頼関係を築くっていうのも重要な課題なのかもしれません。うんうんうん でこういう当然この企業ばかりではなくてですねこう全体として本当に中小企業が賃上げができるような状態を作らなければいけないということになるわけなんですがそこでよくまあ賃金の話とセットで出てくるのがこの労働生産性と分配率の話なんですけどもこれを大企業それから中小企業に分けて見てみるとこの例えば労働生産性ですね。ですからこれはまあ あのどちらかというとその企業などが出してくるその付加価値、粗、まあ、あ利益に近い概念だと思いますが、それに対して投入する労働の量ですね、これで割り算したときに、どの程度かっていうものが生産性になるんだと思うんですが、大企業に比べて、やはりこう中小企業がどうしても低い状態にあると。 ということそして、これは分配率ですから分,分配率というのはそのあの稼いだその利益荒利益に対してそれを利益に人件費にど何パーセント回しているかという、まあ、そういう比率になるんですがそれになると中小企業の方はもう78割というところを人件費に回しているということは、まあ、大企業に比べて賃金に回す余力はなかなかないというふうにも見えるという状況ですけれども。 山田さん、このデータを踏まえてですね。全体として中小企業が賃上げできるようにするには、どこがポイントか。そうですね。まあ、まさにこの生産性が上がらないとですね。うん、当然、その利益のげあの賃金の減資,、はい、資がないですよね。です。はい、ですから、この水準をやっぱりどう上げていくのかっていうことなんですね。はい、で、ただ、生産性っていうとですね。その実はいろんな要素があります。はい、で。あの、例えばですね。効率的に作るとか。はい あの品質を上げていくとか実はこういう面での生産性って日本の企業はですね、うん、結構いいんじゃないかなと思います、うん、まあ中小も結構いろいろ多様だと思うんですけど、うん、先ほどのやっぱり VTR に出てきた企業なんか非常に技術の高いですね。はい、そういうい意味では 効率的にやってるとか品質が高いっていう面ではすごくこれ実は生産性高いと思うところが問題はまあ話の中にもありましたけど例えば大手が十分にその取引先がですね十分にその価格としてそのプライシングをその利益で出る形ではあの買ってくれないとかですねそういうそのプライシングの問題っていうのもあるんですねだからこの両輪でやっぱりこの生産性の問題をですね考えていくっていうことがその中小企業全体に波及させるっていう意味では。 重要だと思います、ね、そのプライシングできる商品なりサービスを提供しているところも当然あるんでしょうけどもやはり日本の場合はどうしてもその合唱連行が進んでいないとかです、ね、どうしても横並びの商品サービスを展開してしまうということで実際のところを値上げしてしまうともう競争に敗れちゃうんじゃないかという実際そういう企業がたくさん 残っっててしまってるっていいるう面もないあると思います、そこはやっぱり中小企業に極化してるんですね、うん、でこれまではある意味ですね世界的に例えばそのインフレの圧力も、まあ、少し前まで弱かったんですね、うん、でいろんな意味で例えば日本も労働力が余ってたということもあったりしてコストダウンの,あのことがあの、うん、余裕がありました、うん、それからずっとゼロ金利できましたし、うん、政策的な支援もありました。で、うん、でもも多分ですね世界的にもう インフレの時代に入ってきていてコストダウンでは生き残れない多分金利なんかもゆっくり上がっていきますよねそうすると本当にこれからは値上げをして受け入れてくれるような商品とかサービスを作っていくように企業が本当に中小企業も含めて変わっていかないとですね対応できなくなる時代そこを逆にその全体で政府も含めてサポートするという方向にですね大きく舵切らないとだめだと思いますね。 石塚さんいかかがですか、はい、私も同じですね、ちょっと中小企業に厳しい言い方になるかもしれませんけれども、うん、まあこういう数字を見て、労働分配率も高いし、うん、労働生産性も低いから賃金上げられないんだっていうふうに諦めるんじゃなくて、うん、やっぱりどうすればできるのかっていうのを考えてほしいと思うんですね。うんあの ちょっとこ個人的に私、はお,お酒、日本酒が好きなんで日本酒の話をさせていただきますけれどもね、はいはい、山口県の脱菜っていう、今もう超有名ブランドになってますけども、あそこを作っているあの朝日酒造って、もともとは地場の小さな造り酒屋だったんですけれども、それじゃなかなか利益が上がらないということで、高品質、高価格の脱菜っていうふうに生産を切り替えて、その結果、世界でも売れるような商品となって、今、売り上げも伸ばしてるんですよね。その結果最近その あのダサいを作っているその朝日酒造は、うん。 今後5年間で基本給を倍増するっていうところまで言ってるんですよ。だから中小企業だからできないじゃなくて、うん、中小企業でもできることがあるっていうのを厳しい言い方ですけれども、各経営者はやっぱりちゃんと考えてほしいですね。そして、はい、岸田政権はい、はい、新しい資本主義を掲げていまして、うん、中間層の復活を目指しています。うんうん、看護、介護、保育などの給与の引き上げや企業間それから産業間での労働移動の円滑化、さらには個人のリスキリング支援などを挙げ 石塚さん、こちらのこういった政府の動きについてはどんなふうに見ていらっしゃいますか。はい あのまあ、賃上げというのはこうやって考えると全体の新しい資本主義の中のごくごく一部でしかないんですよね、うん、まあ新しい資本主義、何を目指しているのかってこれから先人口が減っていく働き手が減っていく中でも日本経済をどう維持していくのか、うん、そのためにはやっぱり稼ぐ力、企業の競争力を高めなきゃいけないということが出てきていることですので、うん、そう考えるとです、ねまあ、賃上げだけじゃなくて、まあ、ここにありますけれども例えばまあ適所適材をするためにどうすればいいのか、うんうん、それぞれの個々の潜在能力を高めるためにはどうすればいいのか。うん、まあそこはリスキリ とかあるいは人材の流動化ということになるんですけれども、うん、こういうところも合わせて進めていかないことには、ひ、うん、いてはその結果が、まあ、あのいい循環を生んで、賃上げにもつながっていくんだろうなというふうに考えます、うん、山田さんは、この岸田政権の動きの評価、いかかがです賃上げっていうことに絞っていいますとねあの、世界見ると賃上げのやり方って2つあるんですね。はい 一つはですね労働移動を進めていく、うん、転職ですね、これアメリカなんかそうなんですね、うん、要は賃金上がらなかったらやめちゃうんですね、うん、高いところに移っちゃうから、どんどん転職で賃金上がるというやり方、うん、もう一つは労使交渉、これヨーロッパがやるんですね、うん、で多分日本はですねこれ転職も少し変わり始めてきましたけど、うん、基本的には転職でも賃金上がるし、例えば中高年の方はやっぱりかなり逆に落ちてしまう。うん こういう意味で弱かったんですね。うん、これを多分政府賃上げという側面で言うと、これをやっていくと上がっていくんですね。うん、で、ただ、ちょっとそれを全体に波及するにはですね。うん、時間がかかります。うん、やっぱり労使交渉も大事で、うん、そこでやっぱりその春闘をね。うん、あのうまく使っていく。そこを両輪でやるっていうことが、私は賃上げっていうことで言うと大事じゃないかなと思いますね。うんうん まあ改めて、ね、日本の賃金、まあ、どういう状況かというとこうよく出てくるがく然としてしまうデータなんですが日本の賃金水準とはもう30年間ほぼ変わらずそして2015年には、まあ、アジアでは韓国に逆転されているという状況アメリカはその間1.5倍になっているという、まあ、これをなんとかしなきゃいけないという中でじゃあ何が一番大事なのかという提言をお二人にいただきましたちょっとお二人も一斉にフリップを上げていただけますか。